どうもサッサンです。今日はですね、私サッサンの普段撮影してる部屋でちょっと立ち上がってね動画撮り始めてるんですけど、今回の動画で何をしていくかというとですね、このパソコンのデスク、これですね、結構ねコメントの質問でデスクってどういうの使ってますかって聞かれることがね、かなり多いんですよね。で今までの部屋紹介動画とかで、まあ、軽くね触れたこととかはあったんですけど、こうがっつりね皆さんに紹介するということはなかったんで、どういうものでどこで買ったとか値段とかね、そういうのについて今回の動画で詳しくね、解説したいなと思っております。はい、ということで早速こちらのデスク詳しく見ていきたいんですけども、こんな感じでね、壁から壁までっていう感じで非常に大型のデスクになってます。これ実はですね、なんか普通のニトリとかそういうね家具を販売してるお店とか、Amazon とか楽天で買った市販のものではなくて、オーダーメイドのものなんですよね。ネットでアイデスクっていう風に検索すると出てくるんですけど、自分で横幅とか奥行きとか、あと形とかもね全部指定して、オリジナルのデスクを作ることができます。で私サッサンが使ってるこのデスクはですね、横幅が 2m60cm あります。で奥行きなんですけど、もう手前からね、壁の方までで、まあ、約 90cm っていう風になってるんですが、実はねこの端っこの方を見るとわかるんですけど、デスクの左側、あとね右側もそうなってるんですけど、ここだけ奥にピタッとくっついてて、で端から少し行くとこういう風にねスペースが空いてるんですよ。でなんでこういう風にスペース空けてるのかというと、こういうねモニターアームを使いたかったんですよね。このデスクの奥がこういう風にスペースがなくて完全にまっすぐだと、デスク自体をわざと壁からちょっと離して、設置する必要があってですね、例えばこのモニターアームとか、あとケーブルですね、そういうのもこの後ろを通したりするので、なんか間違ってねこう壁の方にデスクボンって押しちゃったりすると、ケーブルがデスクと壁の間に挟まってなんか断線の原因とかになる可能性もあるので、オーダーメイドなんでね、こういう風に切り抜いてもらうように注文してますっていうのと、あとねこっち側をね切り抜いてあるんですよ。これ何のための切り抜きなのかというと、このマイクアーム、これをね固定するためにわざとここにも切り抜きを作ってもらいました。まあもちろんかなり余裕があるんでケーブルを通したりとか、あとマイクアームをもう一本つけたりとか、そういうこともねできます。で、あとはデスクのこの色とかもね、もちろん自分で指定することができて、俺の場合はね、こういう風な木目調にしてるんですけども、例えば真っ黒とか真っ白とか、黒っぽい木目とか、まあそういうのをね、いろいろ選ぶことができます。で、これ表面素材もね、色によって違ったりすると思うんですけど、今使ってるデスクの表面はなんかメラミン板っていうのかな、木目調なんですけど、本当の木ではなくて、この上はね、結構ツルツルしてる素材になってますね。で続いて足を見てみるとですね、こういう金属製、これはねアルミ製らしいんですけど、かなりね頑丈ですね。公式サイト見ると何キロだっけな、耐荷重かなりあったはずで、今はですねこのデスクトップ PC をデスクの下に設置してますけど、もちろんね上に置いても全然大丈夫ぐらい頑丈ですね。さすがにこのデスクの上に人が上がるとかそういうのは良くないと思いますけど、結構ねハイスペックで重い PC、 こういうのをね上に置くぐらいだったら全然ね大丈夫だと思います。でこちらのデスクの値段についてなんですけども、先ほども言った通りね、オーダーメイドなんで大きさだったりとか、あとこの天板の素材、これによって結構値段が違ってくるんですけど、私さんがね注文したこのデスクの場合は、11万3000円ぐらいでした。まあ普通に売ってるデスクとかに比べると、結構高いと思いますけども、やっぱりこう自分の部屋だったりとか、あと用途に合わせて、ぴったりのサイズにねすることができるんで、それはねかなりのメリットなんじゃないかなと思うし、こういうね大型のデスクってね売ってないんですよね基本的に。奥行き90センチとか横幅 2m とかそういうのってね、ないと思うんで、どうしてもそういうのが欲しい方にはね、選択肢になるんじゃないかなと思います。はい、じゃあここからはですね、アイデスクの公式ホームページを見ながら、まあ、どんな感じの製品なのかとか、どういう風にね注文するのかとか、そういうことについてね解説していきたいと思います。はい、でこちらがですねアイデスクの公式ホームページなんですけど、まずねこのコンセプトってやつ見てみましょうか。信頼のオーダーメイドデスク、アイデスクという風にありますね。でジャストサイズ、あなたの部屋に合わせて作るジャストサイズの机、ジャストカラー、材質カラー50種類以上の中から、なんかこうごじってるけど、お好みの色
色を選択っていう風になりますね。であとジャストスタイル、形状、長机、L 型、O 型など自由なスタイルでっていう風にあってですね、まあ私さっさはですね、これ横にねまっすぐのデスクっていうのを注文したんですけど、ここに書いてある通り L 型とか、まあちょっと特殊な形のデスクも注文することができるという感じですね。で続いて商品説明の基本仕様ってやつ見てみましょうか。ここにね基本的なサイズっていうのが書いてて、最小は横幅が35センチの奥行き43センチで、標準的なサイズで言うと、横幅 1.2 メーターで奥行き80センチとかで、最大が横幅2メーター40の奥行き90っていう風になってるんですが、これねメールで問い合わせたのか電話で問い合わせたのかちょっと詳しく覚えてないんですけど、横幅ねこれ以上にもお願いすることっていうのはできます。ただその分つなぎ目ができちゃうとか、そういうデメリットはあるみたいなんですけど、これはね、もしこれ以上のやつを作りたいという方がいたらお店の方にね相談してみるのがいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続いてなんですけども、天板からこれ見てみましょうか。一番上にね、この MDF 標準色とか、2割の、4割のとかってあるんですけど、この辺がね、確か安いやつとかかな。で、その下に、カラータイプ単色ってあって、クラウドホワイト、ブラック、スノーホワイトとか、まあこういうね、単純な一色の色とか、で、下の方に、石目キリマンジャロとか、ハイアートとか、コンクリートとか、まあいろいろありますね。で、その下にね、木目っていうのがあって、俺がね、今回注文した、今回っていうかね、2年ぐらい前ですけど、注文したのはヨーロピアンウォルナットっていうやつですね。この木目の特注色っていうやつの中から注文したんですけど、ただここでねちょっと注意点っていうのがありまして、まあ皆さんこのアイデスクっていうサイトをスマホで見たりとか、あとデスクトップ PC とかノートパソコンとか、まあいろんなね端末で見ると思うんですけども、どうしてもねモニターによってこの色が変わって見えるんですよね。なのでちゃんとした正確なカラーがわからないので、下の方で、お問い合わせページよりサンプルカラー帳をご請求くださいってあるんで、色がねちゃんと自分で思った色になりたいっていう人は、このねお問い合わせっていうところからサンプルをね絶対もらうようにした方がいいです。確かね、俺はもらったんだけどもらってないのかちょっと覚えてないんですけど、買う前のイメージとしてはちょっと暗めで赤みが抑えられてる感じかなと思ったんですけど、まあ実物が着てみたらあれちょっと違うなっていう感じだったんで、その辺はね気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。で、あとこの L 型デスク仕様っていうのを見てみましょうか。こんな感じですね。左袖タイプ、右袖タイプとか、こんな感じであって、まあもちろんね、こういう特殊形状にするとその分値段っていうのは上がると思うんですけども、こう部屋のサイズにぴったりで、L 型のデスクが欲しいとか、まあそういう方にはね、結構いいと思いますね。かっこいいですよね、こういうデスクがあったら。で、あとオプションの方はちょっと飛ばして価格表行きましょうか。オプションとかもね、あるので、詳しく知りたい方はね、自分で公式サイト見てみてください。で、まず価格表の基本デスク、これいきましょうか。この MDF タイプの基本色っていうのが一番安いやつですね。これだったら例えば一番でかいサイズにしたとしても6万8000円とかになりますね。で俺が注文したやつは木目の特注色だったんですよね。しかも一番でかいやつよりもさらにでかいやつなんで、この値段が8万1000円ってなってるんですけど、それよりもオーバーしてるんで値段が上がってるっていうのと、あとさっきお見せした通りにこう切り抜きっていうのを入れてもらってるんで、その分ね値段が高くなってるっていうのもあります。あとね運送費もかかりますね。全国一律2000円から9000円という風になってるんで、トータルで支払う金額っていうのはそういうのもね計算して考えた方がいいと思います。で続いてねちょっと L 型デスクも見てみましょうか。L 型だと結構値段上がるね。例えば単色木目の特注色だと、10万以上ね、切り抜きとか送料含めない値段でねこんぐらいいっちゃうんで、結構ね値段上がると思いますけど、まあさすがにこの横幅2メーター40とかね俺はやりましたけど、そこまでのサイズにする方もそんなにいないと思うんで、まあそこはね、自分が欲しいサイズとかを合わせてこの表でね値段を見てみるといいんじゃないかなと思います。で、それと続いてね、この特注加工、これをね、見てみたいんですけども、例えば、このデスクの角を丸くするとか、こういうのもね、対応できるんですけど、お金はね、別途かかるし、あと俺がやってる切り抜きとかね、1箇所2500円とか、まあそういうのもあるし、あと手前をね、こういう風に丸みを帯びた感じにするとか、そういう加工もあります。で、こんな感じで切り抜きとか丸みを帯びたデザインとかそういう風にしたいけども、どういう風に注文するんだと、それがわかんないという人いると思うんですけど、この見積もり以来のとこからですね、ここでね、詳しく、まあ、入力するっていうところもありますし、最後にですね、この図の添付っていうのがありまして、ご希望の変形天板などの図やスケッチがありましたら添付してくださいっていう風にあるんですよ。
はい、こんな感じで私たちさんの場合ですね、 CAD を使ってですね、こういう図を作ってさっきのところに添付して、まあ、お店の人に詳しい仕様を確認してもらうっていう風な感じにしました。で、ただ俺の場合はこうやって CAD で作ったんですけど、全然これ CAD じゃなくてもいいんですよね。普通に、ね、手書きでこう大体の形を書いて、ここ何センチとかこういう切り抜きを入れてほしいとか、まあ、紙に書いて、ね、例えば写メとか、プリンターがあればねスキャンしてそのファイルを送るとかでも全然 OK で、で一回送ったやつをですね、お店の人がまたこういうちゃんとした図面に起こしてくれるんですよね。で、お店の人が作ってくれたこの図面を確認した上で、もっとこここうしてほしいとか、やっぱりここはやめるとか、そういう風なね、まあ、やり取りをちゃんと正式にした上で金額はこのぐらいになりますよとか、そういうのねちゃんと教えてくれるので、買ってみて分かったんですけどね、すごいね良心的なお店でした。まあ実際にこのデスクに今満足しちゃってるんで、しばらく買い替えとかの予定はないんですけども、まあ、またなんかの機会にねデスク欲しいっていう風になったら、多分ね私たちはねこのお店でまた買うんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は私たちさんが使っているこの iDesk の紹介についての動画だったんですけども、最後にねちょっと注意点を挙げさせていただくと、やっぱりねまず値段、これはね普通に売ってるものに比べるとかなり割高になります。まあその分しっかりしてるし、自分が求めてる形とか大きさとかデザインのものにできるっていうのはあるんですけど、もしね市販のもので自分の用途にあるのが売ってるんだったら、まあそれが一番いいんじゃないかなと思います。っていうのと、あとはやっぱり天板のカラー、さっきも言ったんですけど、これはねちゃんとサンプルをもらってですね、まあ俺の場合サンプル見た上でちょっとイメージ違うなっていう風になったんですけど、まあそれでもねやっぱ見ないよりは絶対いいと思うんで、サンプルっていうのは絶対もらって、この色にしますっていうことをちゃんとしっかり伝えた方がいいと思います。それとあとはですね、買って実際に届いた後の話なんですけど、これ組み立てに関してです。これね天板がねすごい重いんですよ。マジでねびっくりするぐらい重くて、まあ俺がねこの大きいデスクを注文したっていうのもあるんですけど、まあそうじゃなくてもね結構重いんですよ本当に。これねマジでびっくりすると思うんで、組み立ての時はできれば、まあ、1人じゃなくて、2人ぐらいはね最低いた方がいいと思います。うちの奥さんにね手伝ってもらって1階のリビングから2階のね、この部屋に運んだんですけど、めちゃくちゃ重いからもう本当に男で2人ぐらいはね欲しいと思います。サイズにもよると思うんですけど、1人で組み立てしようとは、思わない方がいいかもしれないです。はい、ということでそんな感じなんですけど、物はね本当にいいものなんで、気になっている方はぜひね動画の概要欄に URL 貼り付けておくのでチェックしてみてください。ということで今回以上なんですけど、私このメインチャンネルの他に一応サブチャンネルと、あと Twitter ブログもやっておりますので、もしよろしければ動画の概要欄からねぜひそちらの登録やフォローの方もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。